1本目がスローになってました。りょうたに質問。はい、ということでりょうたが X に来た質問にお答えしております。本日は31問目から。31。3月の目標はありますか？3月ですね、まあ、桜の季節なんでお花見とかしたいですね。あとはまずはやっぱり舞台稽古中なんで役作りに集中して4月からの舞台をバッチリ成功させる、これがもう一番です。ぜひ舞台来てください。まあ、あと個人的なことで言うと、まあ、Vlog 素材みたいなの貯めてまして、 Vlog 動画をスタートさせたいと思ってますね。お楽しみに。32。好きなディズニー映画はありますか？ディズニー行けてない。ちなみに一番好きなのはカール爺さんの空飛ぶ家ですかね。風船バシャバシャバシャ、おうちもこれですね。多分今見たら序盤から泣いちゃうんだろうなって気がするんですけど、ワクワクする。はい。33。和室派洋室派ということですが、どっちでもいけます。まあ和の城もいいし洋の城もいいよね。34。好きなお酒は？お酒ね、まあ、たまに飲んだりもするんですけれども、一番好きはやっぱりね、生ですよ。生、とりあえず生で、とりあえず生族です。で、生ってね、どこで飲んでも大体変わんないじゃないですか。味の濃さとかなんか強さとか変わんないんで信頼してます。35。最近買ったものでおすすめはということで、最近だとこれね、ユニクロで買った JW アンダーソンとコラボのバッグ、ショルダーバッグって僕あんまり使ってなかったんですけど、リュック派で買ってみると結構使いやすい。サイズもいいし、肩かけて、なで肩ですけど頑張ってこうやって肩上げて歩いてます。こういうシックなデザインなんで、ちょっと大人っぽい服装の時はこっちのバッグ使うようにしてます。皆さんのベストバイも教えてください。はい、ということで引き続き X にて質問大募集中なので、ぜひリプライとかポストに送っていただければ、次の週には答えちゃうみたいな感じなんで、ぜひお待ちしてます。ではでは、石井亮太でした。バイバーイ。